皆さんこんにちは、インスパイの久田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、長岡造形大学の方で、情報リテラシー論というのをですね、半年間担当させていただいてたんですけど、今日は最終回ということで、どっちかというと授業の内容はその情報リテラシーの中でも、メディアリテラシーと呼ばれるいろんなメディアについての話なんかも多かったような気がしているんですけど、今日はですね、最終回ということもあって、ちょっとどっちかというと困った問題の方ですね、事故とかですね、大変な問題の方を、まとめて話をしたいなと思っています。で、ちょっとですね、今日話す内容のリンクをですね、集めてみましたので、そちらをご覧いただきたいと思います。ご覧ください。はい、ここにありますようにですね、ちょっとカテゴリーを上げてみたんですけど、順番にいきます。まず一つ目、無料サイトっていうものがあります。これは、いわゆるね、SNS なんかも全部含まれますけど、サービスを、無料で使えるよとね、いろんなことができるよっていうふうに言って、例えば占いサイトとかね、占いが無料でできますよとか、なんかが自動で作れますよとか、そういう無料って言いながら、そこで何か罠があって、その、引っかかってしまうというものですよね。その事例、もしくはシミュレーションしたものなどが解説しているページを紹介しておきました。はい、2つ目なんですが、ワンクリック詐欺ですね。例えば、メールだったりとか、どっかのサイトのなんかね、誘惑に負けてクリックしてしまうと、あなたはどこどこでこんなことしましたねって言って、請求しますって言って、払わないとこんなことがありますよみたいなものですね。それについて気をつけるべきこととかシミュレーションなんかが載っています。はい、3番目、出会い系サイト交際。この辺はですね、インターネットの歴史の中でもうだいぶね、当たり前というか、もう出会い系サイトとかなんていうのかな、それがもうそのものがもう認知されつつあって、もうそれで実際にですね、出会って結婚するっていうようなものも、特にアメリカの方なんかではかなりね、進んでたりするんですけど、やっぱり気をつけるべきこともいっぱいあるし、若者にとってはですね、その辺に引っかかりやすいので、解説しているものを、リンクで載せておきました。はい。あとは、有害サイト、フィッシングサイト、不正アクセスということで、これはワンクリック詐欺ともちょっと近いんですが、実際にいろいろとね、気をつけなきゃいけないサイトとか、ものですね。手口なんかを紹介しているものですね。リンクで紹介しておきました。あとは、これは授業でも話しましたが、ネットショッピングですね。ネット通販の際に気をつけるべきことということで、4つほどリンクを載せておきました。で、同じようなもので、ネットオークションですね。ネットショッピングは、どっちかというと、B2C で、一般の企業さんから物を買うっていうものなので、企業の信頼っていうものがすごく重要なことになるんですけど、ネットオークションの場合は、これは個人になってしまうので、もっとね、いろいろと問題も起きやすいわけですよね。そのネットオークション、いわゆる C2C ですね、について書いたものを載せておきました。はい、あとは、口コミトラブルっていうものですね。最近すごく多いですね。口コミというのかどうなのかわからないですけど、異物混入事件もそうなんですが、そういった問題ですね。が、結構起きてるなっていう気はしています。それについて書いてるものも載せておきました。あとは、オンラインゲームですね。無料でできるゲーム。これさっきの無料サイトの一部でもありますが、ゲームってすごくですね、インターネットにおいて割合が多いんですよね。特にスマートフォンのオンラインゲームっていうのはすごく今進んでいてですね。そのオンラインゲームをすることによって、いわゆるガチャっていう問題もありましたが、課金していく、お金を払わせる仕組みっていうものについて気をつけるべきことということで、紹介しておきました。あとは、スマホアプリ。
ですね。まあ、これも本当に今年はすごくいっぱい起きてくると思うんですけど、まあ、例えばなんか、アプリを入れたらその個人情報が抜かれるようになっているとか、アプリを入れたらなんか遠隔操作されるようになっているとか、なんか自動的にね、なんか、インストールしてしまったりとか、こういったことを、まあ、Facebook のアプリもそうだし、Twitter 連携のアプリもそうなんだけど、まあ、こういったことがですね、多分、いっぱい起きてくると思います。で、その問題なのは、パソコンと違って、スマホって、いわゆる、なんていうんですか、セキュリティソフトを入ってない人が多いですよね。特に Android の場合は、その審査がないで、誰でもこうね、アプリを作れて載せてしまうので、変なものを入れてしまうとですね、まあ、Apple でもないとは言いませんが、そういうね、被害に遭いやすいということで、スマホアプリはすごく今後気をつけなきゃいけない点だと思っています。あとは、SNS、ソーシャルメディアというのを書きましたが、まあ、当然ソーシャルメディアもですね、まあ、さっきも出ました出会い系の一つになったりもしてますし、ソーシャルメディアの、まあ、なりすましとかアカウント乗っ取りみたいなものも出てきているので、それについても紹介しておきました。あとは、電子メール、迷惑メール、チェーンメールですね。まあ、昔は結構こうメールからのっていうものが、多かったんですけど、これに関しても、まあ、未だにまだね、いっぱいありますので、挙げておきました。あとは、決済トラブル、架空請求。まあ、これもちょっとさっき似通った、カテゴリーありましたけど、まあ、ワンクリック詐欺の一つでもありますが、架空請求とか、決済に関してね、クレジットカードとかね、そういった問題ですね、つい書いています。はい、あとはですね、著作権、個人情報、ネットいじめ、名誉毀損、誹謗中傷って書きましたが、まあ、こういう問題はですね、まあ、肖像権とかですね、本当にインターネット上でいっぱい起きていて、まあ、ちょっと無法地帯に なっているようなこともあるんですけど、この辺の問題ですね、書いておきました。あとはですね、ちょっとこれは、リテラシーとはあまり関係ない、直接関係ないんですが、まあ、ネット依存、スマホ依存についてのカテゴリーもあったので、紹介しておきました。あとは、診断テスト、ネットリテラシーの診断テストなんかも、ありましたので、やってみるといいと思います。あとはですね、いろいろとちょっと気になったニュース、今年の中で気になったものを、リンクとして載せておきました。パスワードの使い回し問題とか、これね、セレブのヌード写真流出と、秘密の質問の意外な関係、これね、かなりなるほどなと思ったんですが、いわゆるパスワードがわからないで、ログインできない場合に、秘密の質問というもので、パスワードを忘れた方へで、秘密の質問で入っていくのがあるじゃないですか。で、あれって、例えば、お母さんの、昔の姓は何ですかとか、小さい時、小学校の、時の学校の名前何ですかとか、なんかそういうのありますよね。で、それで皆さん、こう、そのまま、自分の正しい小学校の出身校とかこう書いたりしてると思うんですけど、今、SNS が普及したことによって、その秘密の質問に書いてる内容っていうのが、SNS 上で公開している場合、答えが実は分かってしまって、で、どうもそれでログインできてるんじゃないかっていうようなことなんですね。これなるほどなと思って、本当これ気をつけなきゃいけないなと思ったんですけど、それについて書かれています。あとは、あなたの PC のパフォーマンスが落ちています詐欺。これも本当に多いんですよね。なんかこうグラフみたいなのが出たりとかして、こういう風になってですね。大丈夫ですかって言って、最近パソコン重くないですかみたいなのがあって、そうそうと思ってクリックしたら、なんかセキュリティソフトとか、なんかインストールした方がいいですよとかっていう風に、誘導していくというものですね。本当多いです。あとは、短縮 URL 問題、これはですね、今年本当に起きてくると思っているんですけど、まあ、Twitter なんかもそうですけど、必ずね、URL がもう短縮にね、自動的になるようになっているので、クリックしてみないと、どのサイトに飛ぶか分からないですよね。
で、しかも PC ならまだ、リンク先が分かる場合あるんだけど、スマホの場合はリンク先が表示されないでクリックしなきゃいけないし、アプリブラウザなんかの場合だと、もうですね、そのアプリに依存して、出てしまうので、まあ、この辺の問題はきっといっぱい起きてくるんだろうなという、気はしています。はい、あとは、この間も話しましたけど、ビッグデータを活用した、活用しやすくする個人情報保護法の改正の問題ですね。これも本当に問題になってくると思います。あとは、日本初 Facebook なりすまし、発信者の氏名、住所の特定に成功みたいなものとか、あとね、怖いニュースもいろいろ出てきてまして、ブラウザーのプライバシーモードを無視してしまうスーパークッキーとかですね、ネットワーク非接続のパソコンから情報を盗み出す、エアーホッパー、これもね、すごく怖くて、その Wi-Fi でつながってるとかそういうことじゃなくてですね、例えばその実際に今やっているもののパソコンでやっている作業ってこれ電波を発してるじゃないですか。その電気があってその電波をこう拾うと、そこからですねそのパソコン内の情報が盗み取れるみたいな技術が、ノウハウが見つかったみたいなことがニュースになってたんですね。本当怖いですよね。あと、まあ、参考までにですね、今年起きた炎上事件の1位とセキュリティ事件のランキングなんかも紹介しておきました。で、まあ、今日最後になるので、最後にですね、もし問題があった場合に、新潟県の場合は、サイバー犯罪相談窓口ということで、こちらの電話番号と、それについて書かれたものを載せておきましたので、見ておいてください。で、最後にですね、実際の中のサイトでちょっと見ておきたいのをいくつか紹介します。まず一つ目がですね、こちら。これ東京都が作っているホームページなんですけど、ネット携帯のトラブル相談、コタエールという、サイトがあります。で、ここの中にですね、まあこれ子ども向けっていうことになっているので、結構説明がですね、分かりやすく、書いてありますので、こちらの中にある、まあ、相談事例とか対応策なんかを見ておくといいと思います。ちょっと参考にお見せしますね。例えば、こう架空請求っていう問題があったとすると、架空請求について、こんな、相談内容があって、検索をしていって間違えて投稿してしまいましたと。それに対して回答、こうすればいいですよと、で考察、いうようなことが、ずっとね、こう書かれてるんですよ。なので、事例としてすごくいっぱいありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。で、次に見ていただきたいのが、こちらですね。これ、消費者庁のホームページなんですけど、まあ、いろいろインターネット上のトラブルということで、まあ、通販、口コミとかね、こういうことについて書いているページがありますので、これも見ておいてください。で、次にですね、これ神奈川県。神奈川県が、作っているページの中で、インターネットトラブル未然防止ということで、疑似体験教材というのがあって、スマホ、SNS、オンラインゲームについて、実際にこの、クリックしていくと、事件が起きてくるんですね。で、それに対してこうすればいいですよって解説してるもの。で、これすごく、ドラマがあって面白いので、見ておいてください。で、何よりも一番良かったのは、こちら、これ大分県の、大分県のホームページなんですけど、インターネットトラブル体験型学習教材。これが本当に素晴らしいので、ぜひ見ておいてほしいんですね。例えば、ワンクリック詐欺っていうとこを押すと、実際にですね、始まります。スタートということで始まるんですけど、で、これ実際にこうやってみるとですね、スタートいくと、こんなことがありましたと、メールが来ましたと、プライベートが見れますよって言って、次へって押してしまうと、ほら、見れたじゃんと。で、こう見ていくとですね、さらに次へということで、年齢認証ですということで、18歳未満だけど、18歳以上ですみたいな感じで、はいとかって押すとですね、ここにあるように、請求です。払ってくださいと。嫌な場合は退会をしてくださいとか、ね。嫌だよって、退会だよと。退会をすると退会にもお金がかかると。で、どうすればいいのっていうことで、それについて解説があるみたいな感じになっています。
なので、まあ、いろいろね、実際に疑似体験できますので、ぜひね、試してみてください。今日はインターネットトラブルね、情報リテラシーについてお伝えしました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。